こに柱のように2本岩が立ってますけども、双剣石、2つの剣の石と呼ばれています。エメラルド色の海、ここはボウノツ、お坊さんのボウに山水のツ、ボウノツっていう港、古い港です。でここが有名なのは、いろんな人がここに流れ着くですね。例えば奈良時代に鑑真さんがですね、向こうから流れ着いてきたと、仏教を広めたいと。で下って戦国時代にザビエル、キリスト教を広めたいということでここに流れ着くんですよ。でなんでここなのかと言いますと、それは海流の影響なんですよね。歴史は場所と深くつながってます。ここはですね、今では本当にひなびた田舎道になっちゃったけども、もともと日本列島のですね、西への出口、そして入り口だった場所です。